を置き去りにパソコン画面の前にくつろぐ。手にしたティーカップのコーヒーをすすり、メールの受信中、ウイルスが1通、2通、3通。キーボードの上で眠たげに踊る指から電子文字に体温と血の流れを封じ込めては、おぼろな心のどこかでいつか誰かに君に会いたいと書いた時のペン先が便箋に思いを刻んだ感覚が残り、遠い場面のどこかで自転車の配達夫が一通の手紙をポストにカタンと入れる音を今も待ち続けている。21世紀をビルの上のそ知らぬ顔の青空よ、僕らの表情が同じ仮面ばかりをかぶりませんように、人間の血の通う言葉と愛する人の抱きしめ方を教えてください。今日もビルの谷間を滑りゆく空中列車、誰かのベルの音にうたた寝から目覚めると、無人の座席にはいくつもの携帯電話が置かれ、すべての車窓は空色、車内には僕一人だ。改めましてこんばんは、服部王です。どうも。早速なんですけど、ちょっと僕の中でもこのマンボウによる巻きっていうのがありまして、残り3人の素敵な詩人さんにも読んでほしいので、巻いてる中でリトルキヨシさんがギターを弾いてくれるっていうことで、今どこにいるかな。すごい、 ありがとう。巻くことを言い忘れてごめん一つ飛ばしたでもね、皆さんこうやって集まってくれて、また今日読まないしも他の時に読めることもあるでしょうし、臨機応変の、巻き添えの清志くんに感謝します。もう OK が出た、はい、自分の歴史、人の歴史、皆さんそれぞれであるでしょうし、家族の歴史、先祖の歴史、私が生まれる前に、私が生まれるより前に戦地に赴き病んで帰って間もなく、若い妻と二人の子供を残して世を去った祖父の無念の思いがあった。私が生まれるより前に借家の外に浮かぶ月を見上げ寝息を立てる子供らを女で一つで育てた若き日のばあちゃんの切なく祈りがあった。私が小学生の頃、嫁姑の隔室で家を出そうな夜も、二人の子供の寝顔を見てはじっと耐える母ちゃんの姿があった。私が中学生の頃、会社が倒産しこの世の荒波に飲まれても、妻と二人の子供を守るため泳ぎ続けた親父の姿があった。私がこの世に生まれた日、窓から朝日の差す病室でベッドに横たわる母に抱かれた私の傍らで覗き込む幼い姉の喜びに踊る眼差しがあった。私がこの世に生まれた日、視界では見渡せない青空から両手にあふれるほど注がれていた目には見えない光。私が生まれるより前に無数の人生の物語があり、どれほどの幸福と悲劇があったのか。私はこの道を歩む。
大いなる過去から吹いてくる風に背中を押されながら、空から舞い降りてきた一通の手紙を懐に入れて、この道の途中で出会うもう一人の私を夢の旅路に探して、ライブで今ちょっとうるうるきちゃってんだけど、きよし君の歌のパワーで、はい、ありがとうございます。いや明日っていうね、きよし君の方が明日ってすごい胸に入ってきました。コードがちょっとガラッと変わる感じですけど、本当に集まってくださってありがとうございます。本当にコロナ禍でちょっと苦労したんですけど、サムズアップさんときよし君と皆さんに感謝、アニバーサリーがあります。人それぞれの忘れない日、人それぞれに、僕にとっては10年前奥さんが子供を産んだ頃に書いたし、風呂や愉快爽快にて、今日も仕事の後は病院に寄ってタオルにくるまれたお人形さんみたいにちっこい君を退院前の嫁さんと毎日見舞いに来る僕で交互に抱っこをした。時間外の出口で嫁さんに手を振り、車を走らせて実家の鎌倉に行き、仏壇のろうそくに火を灯し、遺影のばあちゃんにありがとうと両手を合わせる。久々に親父と語らって母ちゃんの手料理を頬張った後、国道1号線を走りながら再び義理の父親がいる戸塚の家へ、息子のしゅうちゃんのちっこい寝顔を思い出し、人生捨てたもんじゃない、ジーンと幸せをかみしめていたら、たまには自分に褒美をやりたくなって道を曲がって愉快爽快の温泉へとアクセルを踏み込む。露天風呂に身を沈め湯に浸かる肌ツルツルの若者や頭ツルツルのおじいちゃんに目を細める。最初はみんなちっこい赤ちゃんだったのか。風呂場に湯気が湧き立てば、老いも若きも赤ちゃんに見えてきて、地球上の全人類が赤ちゃんに見えてきて、すべての赤ちゃんたちが吸ったもんだしながら回り続ける青い地球というものが、くだらなくも不思議と愛しい命の星に見えてくる。頭にタオルを乗せて身も心も温めながら、心の中でつぶやいた。僕もようやく親父になった。僕は今日タオルにくるまれたお人形さんみたいにちっこい君を嫁さんから手渡され胸に抱いた。ひととき目を開いて少し声を出して君は笑った。無垢に澄んだ君の瞳と互いの目を合わせるとき、僕の周囲は天になる。ポエトリーサロン、いろんな詩人や時に歌うたいが出る YouTube の番組、詩の世界の徹子の部屋、言うのは簡単、コツコツ目指しています、それで今詩人の先輩のね、矢田美佐子さんっていう人のが出てて、興味深い詩人の感覚で日常を見るとどうなるかっていう、日本は仏壇があったり今はある意味少ないかもしれないけど、やっぱりその自分の大事な
題っていうか、さっきおばあちゃんとかね言いましたけど、やっぱりいつ助けてくれるのかちょっと分かんないところが謎なんですけど、そういういろんなご縁とか導きとかって風が吹く時があるなと思って、浅草の蕎麦屋で一杯飲みながら書いた詩を読みます。短めの詩を2編最後に。死者の息、死者と語らうには飲むことだ。向かいの空席にもう一つのおちょこを置いて、自分の方が赤らむ頃に、あたかも体の透けた人がいるように腹を割り、簡単を晒すのだ。語らううちに、この世の自分という役が物語に置かれた一人の駒に見えてくる。明日のシナリオなんぞは思い煩うことなかれ。日々の暮らしの一コマを余白にして、忘れた頃にやってくる死者の息吹が吹くように。ダウン症告知の10年ちょっと前に、夫婦で目の前が真っ暗になって詩を書くしかなかったと思って書いた詩を、それぞれの僕の道、皆さんの道があると思いますけど、道って意味では何か伝わればと思って最後に読みます。この後3人の詩人さんを読みます。僕らの道。息子の柊がダウン症と知った翌朝、これからのことを考えようと僕は近所の林へ歩いて行った。林の中に入りふと見下ろせば、不格好なイモムシさんはよっきり土の上を張っていた。柊よ、イモムシさんが自分らしく生きるように、お前はお前のペースでゆっくり歩め。林の中を進んでふと見上げれば、枝に止まったセミさんがつくつく胞子、つくつく胞子と鳴いている。柊よ、セミさんが全身で自らを奏でるように、お前はお前らしい声で自らを歌え。予定日より早く生まれた小さなお前が退院したら、パパもママもいつもそばにいるのだから、どんな天気の日にも僕らの道を一緒に歩み、僕らの歌を一緒に歌おう。林の中を歩むと、木々の間から新たな日差しが道を照らした。服部剛の朗読でした。今日本当にありがとうございます。どうも。